はい、どうも、ネーベルリッターです。今回はですね、ツリーオブセイバーをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ネクソンジャパンからサービス開始ということでね、実はまあ、クローズドベータとかもやっていたんですけれども、その時はレベル10ぐらいまでしかね、上げてなかったんで、まあ、実質いろいろ冒険するのはこのオープンベータが初めてとなりますね。で、この水晶鉱山という初めてのインスタンスダンジョンという扱いでいいのかな、初めてのダンジョンっぽいところに来たんでね、ここの攻略の間ちょっとね、実況とか、ヘタリ実況ですけどね、プレイしていきたいと思います。職業は現在ですね、ソードマンを卒業して、ペルタストになっております。将来はフェンサーかテンプラーを目指すってどっちにしようかな。あ、やっぱインスタンスダンジョンってわけじゃないんだ。なるほど。今人が通ったな。じゃあとりあえず他のキャラクターの名前表示とかもオフにしておこうか。念のためね。さっきの人はもう見えちゃったけど。まあいや、とりあえず先に進んでいきましょうかね。バカリネ女神像。祈り像。祈りを捧げる。水晶鉱山1階か。何階まであるんだろう、これ。ちょっと冒険してみようかな。下に。なんだこれ。入り口浄化装置。あ、なんかメインクエストの方でなんか浄化しろっつって、アルケミストマスターさんの方が言ってたな。よし。バルブの正面からでないと調べられません。正面どっちを。あ、なんかバルバルな。よし、これが。お、ちゃんと回すモーションになってる。浄化装置の部品が抜けてるようです。頭の上にハテナが表示されてるゴブリンから。なるほど。ハテナが表示されてるゴブリン。倒せと。どこにいるんだろう。とりあえずマップ表示をしてみて。遠いな。あそこまで歩いていけということかな。よし、じゃあ進んでいきましょうか。ここ下降りられんのかな。降りられんな。鉱山を進んでいく。ゴブリンマイナー。まあ、マイナーゴブリン程度だね。コンセントレート。まだね、レベルが低いせいか、あんま変わってるような気がしないんだよね。よいしょ。ん？なんか落ちた。あ、ゴブリン族なんかし。ゴブリン族なんかしもうなんかいっぱい持ってんだよ。あ、こいつハテナ。マークがついてる。ということは。おーっと。やつの獲物だった、もしかして。やつって言っちゃダメだね。あの人の。彼の。なんかバットも出てきた。バット初めて見るな。ゴブリンマイナーがいっぱいなんですけど。バット、バット。フルーツクリスタル。スタミナ回復は大事ということで。なんかいっぱい来てるんですけど。うりゃ。とりあえずこっちにもちょっと行ってみようか。こっち何があるんだろう。バット。ルーツクリスタル。何もなかった、何もないっぽいね。戻っていこう。よし、見つけた。バルブ中央浄化装置。重要な装置が故障しているようです。鉱山羅針盤を使って代わりになる部品がないか探してください。鉱山羅針盤って何。なんかもらったっけ。ちょっと待ってよ。あ、なんか V って書いてるわ。よいしょ。羅針盤を使用した。鉱山羅針盤は、第4区域を示しています。第4区域ってどこぞなのし。水晶鉱山サイクロプスの襲撃。なんか大型モンスターでできそうだね。進んでみよう。うりゃ。
iPad の翼。こっち側か。なるほど。でも降りられるよ。降りれた。降りれたけど。これか？ねえ、鉱山の水晶のカゴ。調べてみよう。よいしょ。まあ、来ると思ったよ。よし、コンセントライト。うお、やべ。結構動きが素早いな。よいしょ。うりゃ。なんかやばそうな雰囲気。うりゃ。よし。カードバトル。モンスターカードで他のプレイヤーと1対1のカードバトルができます。何それ？面白そう。最近シャドーバースにもハマってますからね。カードゲーム、TCG は大好きですよ。俺狙われてね。カゴがなくなって普通の柱だけになった。よし。ということはサイクロプスを倒したから、中央のところに行ったらあれを動かせるんじゃないだろうか。行ってみよう。まだダメかな、もしかして。いや、何もできねえな。先に進めっていうところかな。なるほど。お次は、行こうか。その前にこっちも探索しておきたいよね。よいしょ。マイナーバット。バット。マイナーゴブリン。なんか新種の敵が来た。ストーンオールか。なんかミニドラみたいな、そんな感じのやつやったね、今の。ルーツクリスタル。スタミナ回復だけなんだけど。よいしょ。ゴブリンマイナー。そしてストーンオールカか。イリア。近づいたら反応すると。ストーンオルカも多分バットも完全なアクティブモンスターだよね、これ。よしよし、どんどん先に進んでこう。多いぞ、なんかいろいろ。そしてさらに大型モンスターですかな。お次の敵は？よいしょ。まだ SP 全回復してないんだよな。柱トラップとかある。あ、なるほど。逃がさないようにするためか。うわぁ、ちょっと待って。これ、吹っ飛ばないやつをかけといた方が良さそうだな。うりゃ。コンセントレートだけで大丈夫か？デカトリス。痛い。あんまり食らってないけどね。柱トラップ。うわ。あれの範囲、回転攻撃のあの範囲がわからんぞ。食らってねえように見えるんだけど。よいしょ。痛い。あ、なるほど。くっついてれば食らわないのね。うお、なんだ、あの風みたいなやつ。ブロックしてるだけなのか、もしかして。危ない。フリ。よし。邪悪なベアカリスを退治しました。浄化装置産んだらって書いてたけど、読み切れてないんだが。予備浄化装置。なんかさっきダッシュみたいなんできたんやけど、ダッシュとかあんのかな、これ。やばい、SP 使い切ってるじゃないか。回復する前に待とう。通常攻撃だけで対処していこうかね。ストーンウォルカーを倒して。よいしょ。ジェム。装備にジェムをはめると、ああ、なるほど。負荷交換のあるやつか。
よいしょ。ハレムジェムか。ストーンオルカのコア。なるほど。ストーンオルカっていうと明らかに硬そうだからね、なんか防御力アップとかそんな感じの効果がつくのかな、もしかして。おいおいおい、敵が多いぞ、めっちゃ。ウリア、まあそれほど心配することもない。今のところ回復アイテムを使うシチュエーションとかもないからね。たぎられてますよ逃げよう。ここは逃げるが勝ちだ。そして向こうの方に、上の方に進んでいこう。どんどん、いや待てよ、なんか第三区域の浄化装置の修理ができるようになってね。行ってみようかね。ならそっちに、よいしょあ、なるほど、2回押しでできるんだ。そしてスタミナ回復ってあれか、なるほどね。バルブの正面から出ないと調べられません。製造所クリスタルバングル、ヤッフイ、ゲットゲット。中央草加装置はもう意味がないな。よいしょ、ゴブリンマイナー、よいしょ。あんまり早いとは言えないなこれちょっとは早いかもしれないけど。そしてこっちに宝箱っぽいのがあるな、取っておこう。バットが邪魔だ、バットとゴブリンマイナーが。よいしょ、ブルージェム、あとで調べとこう何の効果があるやつか。よし、今後リスボーン早いな、次から次へと現れてくるんだけど。ゴブリンマイナーを、経験値が欲しい。セイHP はまだ余裕あるな。よし行こう、ゴブリンマイナールーツクリスタル。ああなるほどね、今までダッシュという概念を知らんかったからね全部徒歩とかでフィールド歩き回ってたわ。ルーツクリスタルでなんかスタミナ回復しますよとか言われても、へえスタミナーみたいな感じで。こっちのね、ここか、スタミナ、スタミナがなくなると移動速度が遅くなりますって書いてて、なんかクリスタルマークのところに、クリスタルというかね、まあそこに25って書いてあるんだけど、ヘルシーンがなかったからさ、なんか時間経過とともになんかよくあるじゃん、ログイン時間制限とかあるなんかオンラインゲームあれみたいな感じかなと思ったら、単純にスタミナってこれのことだったんだね。今ここで気づくとは遅すぎだろっていう感じだな。よし逃げよう、逃げようじゃない、ストーンオルガもそこそこ経験値になるのかね。よいしょ、ウギア。そしてストーンオルカめっちゃジェム落とすな。未縁ブーツとかなんだろう、透明になるのかな、何それ、すごく欲しいです。ウギア、今は SP 回復の方が大事で、なるべく使わないように。ストーンオルがめっちゃいるんですけど、そして他の人がいっぱい走ってる。この TOS ね、おっとバルブの正面から、俺狙われてないか、狙われてないな、というかみんながここに集まってきすぎてカオスな状態になってるんだけど、他のパーティー、あ一緒のパーティーの方かな。よし、V マークが出たぞ。よし
羅針盤は第6域を示しています。第6域ね、第6域お隣さんじゃないか。よし行ってみようか。アーチャーもいいよな。マスケッティアもちょっとやってみたいんだよね。まあおいおい考えよう。なんかなんだこの気持ち悪いの。敵がめちゃめちゃいる。この TOS ね、いくらグラフィックボードとか PC の性能が良くてもね、なんか最適化ちょっとうまくいってねえのか知らんけど、こうやってね、敵がいっぱい出てくるところとか他のプレイヤーキャラとか見えるとな、一気に FPS が落ちるんだよね、フレームレートが。スペクター、有名なモンスターじゃないか。うお、地雷とかあるんですけど、何それ。うおお、危ねえ、危ない危ない危ない。うわ、地雷キック食らうな。召喚物、スペクターだけを狙いたいけど、ちょうどね、地雷の真上に乗っちゃってるんだよね、こいつ。コンセントレート。おのれ、HP だけバカみたいになるな、こいつ。SP が足りません。よし。やっぱ SP 大事。今のところまだね、全然問題にならない HP より SP の方が大事だったりするんだよ。なるほど。こいつで2階に行けると。いうことか。スペクターマスターカード。なんかちょっとレアっぽい。耐久度とポテンシャル。装備の耐久度大丈夫だろうな。今ふと心配になったけど。インベントリー。まだ全然余裕がある感じだね。大丈夫やな。スマッシュバックリングを上げとこう。やばい、入ってしまった。戻ったぞ。水晶鉱山2階。なるほど。ここをまたどんどん。推奨レベル20って書いてある。ああ、まあいいや。自分23だから十分いけるな。よし。さらに先へ進んでいこうかね。推奨鉱山の中を。46回復した。フーズクリスタル。ついにアーチャーが出てくるようになったぞ。ゴブリンアーチャー。初めて見るな。よし。装置を、循環浄化装置を確認。浄化管に問題が発生したようです。第3区域にある浄化管を、最後まで読めなかった。なんとかしてください。行こうじゃないか。問題、なるほど。どんどん浄化装置を、まあ正常に動くやつはそのままで、直せるやつは直していくみたいな、そんな感じになってるね。メインクエスト。よし。進んでいこう。多分こことかでもなんか、また一文字かりそうな気がする。ゴブリアちゃん。お、レベルアップきたこれ。今のところまだ力極振りです。はい。よいしょ。行くぞ。他のプレイヤーがいる。こんにちはーと。スタミナがだんだんなくなってくるな。あれ、こっちじゃない。あ、なるほど。登る道があるわ。登っていきましての、何が？これか。第3区域の浄化管。これを直せということだね。よいしょ。
ね、閉ざされたバルブを開きました。もう一度循環浄化装置のところへ戻ってください。はいはい、了解ですよ。ルーツクリスタルがある、回復しておかないと。あ、なるほど、ルーツクリスタルって破壊したら破壊したり一気に回復するんだ。なるほど、よくできたら。よし。しっけ、レベル2カードをゲット。とりあえずこっちもね、見ておきたいね。なんかクエストマークある。え、浄化管へ進む道を塞いでよ。キャラパスを探してください。キャラパス。なんか、デカブツが現れましたけど。雲やな。いや。一人で大丈夫だろうか。まあ、倒せなくはなさそうな気がするけど。まあ今のところどんな敵もね、時間をかければいけなくはないんだよ。はい。うりゃ。うおなんて野郎だ。コンセントレート。コンセントロイト、コンセントロイトじゃない。コンセントレート、プラス11って出てるのが。うわぁ、やばい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 。ランダムかと思ったら結構こっちの方も狙ってきてるな。よし。やばい、コンセントレート。よし、まだまだ楽勝。経験値カードとかもだいぶ手に入ってきたからね。お、新敵発見。ジュレキッド。ね。NPC かと思ったプレイヤーやった。浄化管のバルブを開きました。なるほど。問題2つあったのね。さっさと戻ろう。よいしょ。あれやな、まだオープンベータ始まって間もないということでもあってね、ここのダンジョンも結構人が多い。循環発、循環浄化装置、みんなの人気者やな。で、次に進めばいいのね。なるほど。だんだん容量が分かってきましたよ。進みましょう、進みましょう。お、エキュバイト。新敵や。クリア。走っていけ。で、次は、お次はこっちか。バルブの循環装置。動力供給が滞っています。鉱山羅針盤を使ってみてください。はいよ、また V ね。うりゃ、羅針盤を使うだけで、経験値カードが手に入るっていう謎なこの状況ね。第4区域、そっちか。よし、行ってみよう。何が出るかな。多分また大型モンスターが出てくるんだろうね。駅前と地図も埋めていった方がいいよね。なので、とりあえずこういうちょっと遠回り的なところから、目的地に近づいてみますよ。どこや？ここか。魔力供給発生装置。ま、じゃない。魔力供給装置だけでいいや。なるほど。羅針盤を使って錆びついてる。相変わらず第4区域を示しています。サビを取る方法を探してください。なんだって。あ、でもちゃんとマップには表示されるので親切設計ありがたい。じゃあこっちかな。あれ、なんかさっきこっちに、あ、お隣さんか。なるほど。ここどうやって行けんだ。多分、ああ、まあ、下から通っていくしかないか。
よし、じゃあ下から行きましょうかね。うりゃ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 、やばい、あとスタミナが1しか残ってないよ、やばいそうか、なんかなくなると動きが遅くなるとか言ってたな。ルーツクリスタルがないかな。あ、この状態のまま行けばいいんだけどね。よいしょ、リストレイン。宝箱っぽいのがあるな、こんな見えにくいところに。コレクション、なんか宝箱と違う扱いなんだ。コレクションを完成すると便利な効果を獲得できます。ちょっとまだ完全に読んでないんだけど、去ってったよあのウィンドウ。せっかちさんやな、ウィンドウさん。あの人はウィンドウ、あ、人じゃないけどね、ウィンドウさんと呼ぼう。横窓さんでいいや、スライド式横窓さん。ゴブリンアジャ、やばい。なんか俗になんか他のゲームで影縫いとか呼ばれてそうな、その場に縫い付ける類のスキルを持ってやがるゴブリンアーチャー。あれは地味に厄介かもしれない。キューバイト、おう、やった。ルーツクリスタル発見。これで全開するんだよね。よし、全開した。そこまで走らなくても十分回れるっちゃ回れるんだけどね。敵は近づいてきてる。いや、浄化装置の部品が見当たりません。はいはい、羅針盤を見るだけでカードがもらえる簡単なお仕事です。バイト簡単やね。よいしょ。で、第6区域。第6区域こっちやな。つまりここは第5区域か。2つ。メイン浄化装置の破壊班。なんか破壊班の方行くとなんかボス戦とかになりそうだよね。こっちから行ってみよう。ルーツクリスタル。フリア。ジュレリット。マルチショット。ゴブリンアーチャー。ゴブリンアーチャー結構強い。今ペルタストになったといってもね、あれやな、スキル名全然使ってないけど忘れるけど、そう、スワッシュバッキング、敵を引きつけるぐらいしか、まだ全然できないんでね。なんかここら辺になんかあるな。なんだジュエリット、あの赤いゲージはなんだ？ HP みたいなのが見えてんだけど。ん？あ、調べています。調べられるんだ。潤滑油を見つけました。潤滑油。油やね。なるほど。とりあえずまあ念のためにこっちも一応回っておきますよ。出てきた。メイチがおる。ゴブリンメイチ。うわ、やばい。なんか眠ってない？自分。動けなかっただけなのか、それとも眠っていたのか。どっちだ？やっぱ、今まで出てきたのはジュレディットだよね。ゴブリンメイチなんか出てきてなかったような気がする。アーチャーに狙われている。よいしょ。なんかここはクエスト完了マークになってんだよね。なんだろう、作動停止した、補助浄化装置。ここで何かしろっていうことなのか、それとも、あともう何も調べられるようなとこないよな。というか、あ、なるほど、向こうに素直に持っていけという話なんじゃなかろうか。こっちも調べとこう。地図は埋めていかないとね、いろいろアチーブメントとかそういうのにも関わってくるから、
何気に踏破するっていうのは基本であり結構重要だったりするんだよね、このゲーム。まあ最近だとそういうゲーム多いけどね、ファイナルファンタジー14とかもそうだったしね。よし、こっから下に一気に降り、やばい、スタミナの管理がねちょっと大変というか、大変ではないけど、ルーツクリスタルがあってよかった。とりあえずこの状態のまま進むかな。そして向こう側に何かありそう、ありそうというかさっき表示が出てたからね。うわー、あ、ゴブリンメイジ普通におるやん。俺が単に見落としてただけかな。とりあえずさっきの表示が出たところに進んでいこう。第4区域の、浄化装置。はいはい、近いですな。よいしょ。こっちじゃないな。さらに先やな。向こうなんかあったっけな。あ、そっか。あったね。動かないって言ってたやつが。油を刺してます。よし、動く。魔力供給装置の修理が完了しました。補助浄化装置を起動させてください。なるほど。了解しましたと。ついに、起動できるようになったのね。よし。で、その他、その後は、クエスト完了って出てるけど、まだこっち側が残ってんだよね。なんか休憩所とかもある。最初、女神像のところに行こうかな。女神像は登録しておきたい。ショートカットにもなるしね。次かな。矢で狙われてる気がする。あかん、バットの大群や。よっしゃー、なんか装備がいっぱい落ちてるんだけど、誰か狩りした後だね多分。営業案内、行員の休憩所へようこそ。温めたお酒や美味しい芋まんじゅうがおすすめです。営業時間、鉱山稼働時間と同じ冬季と、夏と季節と書いて、なんて読むんだっけ、夏季でよかったっけ。ちょっと普段全然使わない言葉だから、いや使うっちゃ使うけどね、けど俺あんま使うシーンがない、機会がない言葉だからパッと思い出せない。よし、女神像、バカリネ女神像、水晶鉱山2回が登録祭壇。よしよし、次からここに一気に来れるな。そして芋まんじゅうとか酒の匂いがする。なんか本がいっぱいあるな。カニンガムの伝説、人々の記憶から消えるほどに遥か昔の物語だ。カニンガムは鉱山で強制的に働かされていた頃、一人の奇妙な少女と出会った。その少女は巨大な脅威について語るばかりで、自分のことについては何も知らないようだった。ちょっと開業が変なところにあるんですけど、カニンガムはその少女を哀れに思って世話をし、すぐに二人は唯一無二の親友同士になった。だが幸せな時は続かなかった。鉱山に魔族が攻めてきたのだ。カニンガムは少女の力を借りて魔族を率いるミルティスを止めるため懸命に戦った。しかしミルティスの力は絶大で、カニンガムは苦渋の決断を下すほかなかった。結局カニンガムは苦しみながらも、鉱山を壊して、ミルティスの封印に成功した。しかし自分自身も脱出することは叶わなかった。なるほど、悲しいお話のご様子です。乾燥させたい塩漬けにした保存食だ。そのまま食べられそうもない。なるほど。
なんだか食べてはいけないような感じがする芋まんじゅう食べてみる。ここは食べてみるだろう。食べてみるしかねえじゃねえか、ちょっと。食べてみる。絶対食べてみる。よし。絶対食べてみる。行こう。腐っている。ついに救助者が来たのか。なんだよ、若造一人なのか。おい、まだその辺をゴブリンがうろうろしてるか。うろうろしてる。こんなところに人がいるとは。は？嘘つけ。なるほど。どっちにしろ隠れたままなんじゃねえか。この人ずっとここにいるつもりだろうか。いけない芋まんじゅう。食べてみる。ゴブリンメイチ。さて、上の方には何があるんだろう。地図をとりあえず埋めときたいんでね。うお、やべ。ジュレディット、エキュバイト。敵が来てるじゃないか。うりゃ。インベントリ。あ、なんかさらに強い武器ゲットしてるわ、いつの間にか。こっちを装備しておこう。未燃ブーツもさっき手に入れたよな。装備しておこう。リングローブ装備してるね。レザーパンツ、レザーも装備しておこう。ワイルドレザーグローブ、どっちがいいかっていう話だよね。あー、まあいいや。ウォーカー、ミエンブーツの方がいいな。よいしょ。とりあえずほとんどねクエストで手に入ったやつばっかなんですけどね、今のところまだ。よし、じゃあ上の方行ってみようか。攻撃されてる。やっぱりゴブリンアーチャーのスキルやな、あの縫い止めみたいなやつ。だよね。よいしょ。上の方に上がっていったら何がある。あ、なるほど。ここはここから3階か。なら反対の方先に行かないとね。スタミナがあんまりないのがちょっとあれやな。もうちょっとスタミナが欲しいよ。冗談抜きで。もうちょっとね、長く走りたい。あれでも、水晶鉱山3階に行くしかもうなくなってるな。こっち、あ、いや、あるある。メイン浄化装置の破壊犯。これをとりあえず先にクリアしないと。狙われてる。よいしょ。さて、何が出てくるか。破壊犯というからには。ルーツクリスタル。鬼が出るか、蛇が出るか。あー、でっかいあれ。なんだろう、ストーンホエール。クジラ？うりゃ。やばい、狙われてる。なんか、前方の方に範囲マーク出てるけど、なんだよ、周囲への攻撃があれよ、もしかして。コンセントレート。うり。大丈夫、ここは当たらんかった。ナイス、ナイス。よし、グリーンジェム、イエロージェム、ジェムいっぱいもろた。で、部品がある。よし、メイン浄化装置を修理してから、作動させてください。なるほど。あ、乗れるけど進めはしないんだね。